しょ。はい。はい、どうぞ。どうぞ。これ今ねタコとかも握るんで、とりあえずこれエビとかねマグロとか、はい、いただきます。こうやって食べると幸せだね。幸せだわ。ちょっとこれこれジジ。あらいいのかい、私しといてほしいの。食べるからいっぱいあるから。大丈夫ですよ。美味しい。うん。ここに混ぜてる。うん。はい。何と思ったの？うん。そしたらなんか。なんも納得させんとダメだね。一人でペロッと食べてみようか。これタコですね。ちょっと待ってね。これにタレをかけて、指を少しね。やっぱり体調悪いからあれだな。食べあれだ。肉食べな。うん。じいちゃん生きてたらね、喜ぶだろうにね。ね、うん、じいさん、ばあさん、兄さんも喜ぶし。いやいや、私のためにあれだね。
このタレはね、おとつい、美味しいわ。そう。だから、うん。焼くのにみんなしてやめるやめるって。今焼いたから。あ、いやいや、いいんですよ、いいんですよ。うん。美味しいよね。うん、うまい、うん。あんなの1枚ぐらい持ってたってどうなの。うまいわ。ここで腹いっぱい食べてさ。あと冷たくなった。大丈夫。うん。あっためちゃったらばあんたちょっと。あ？いや食べるときにあっため油浮いてきてるやん。あったらなんて言いながら。煮たかきです。ん？何？煮かきですね。かきですね。ちょっと待ってくださいね。今ね、これもね、梅塩が合うからね。梅塩がね。柚子も乗せると香りが。はい。もうおしゃべりさ、うん、してんた、病気の自慢話と不思議な話、最後しことあるあれだね、うん、あの墓の話で終わりさ孫の話で。Thank you.